もいもいもい、アスクラピア東京です。こんにちは、よろしくお願いします。さあ今日は歯は抜いた方が楽になる究極の健康法ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。最大音量でしたね、はい、今日はですね、アスクラピア Q&A、 はい、I Q。おっしゃるさい。And え、ドクタリン、はい、読み上げてください。上の奥歯が3本ダメになり、最後の上の奥歯1本となりました。その歯は2回根の治療をしており、結構頑張ってますね。骨が溶けていると言われ、根っこも溶けて短くなっています。あれやばいですね。これちょっとかなりやばいやつですね。はい、内科ではこの歯は全身の疾患の原因となるので抜いた方がいいと言います。内科で。これを診断できる内科の先生はいい先生なんで絶対捕まえた方がいいですね。ですが今、まあ、通ってる歯医者さんでは残せる歯は残す方針らしく、腫れや痛みのない歯を抜く必要はない、そういうやり方は抜歯ですね、古いんだ今は抜きませんよと誰も抜いてくれません。誰もってことは何件か言ってる、うんうん、そうですね。この歯を数十万かけて根の治療をした方が良いのでしょうか。入れ歯の費用がなくなりそうでためらっています。よろしかったらアドバイスいただけたらと思います。悩みますとのことでした。悩み深いですね。深いですね。でもこれ1本だけじゃないの、奥歯の3本がダメになり最後の1本ってことですね。そうね。ってことは残りの歯もすごい少なくなってきて、その1本に対して最高の治療を受けるかそうでないかっていうのを迷われてるっていうところでしょうか。将来も心配で噛み合わせも弱くなってきてるんでしょうね、うん、これは悩みが深いですね、はい、今日はそこに答えていきたいと思います、はい、アスクラピア東京は歯に関する様々な疑問を歯科医師目線、経営者目線で発信していくという歯のバラエティチャンネルでございます、はい、有益な情報をどんどん出していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、はい、お願いします、はい、それでは始めていきましょう、はい、で今回の視聴者様に対する結論なんですけど、まあこれ分かんないですよ、はい、分かんないですけど、まあ、パッと話を聞いた感じ奥歯4本しかないですよね。そのうちの3本がなくなって1本しかないですよね、うん、でこれが2回も根管治療して、うん、経過も悪い、うん、根っこも短くなってる、うん、内科の先生も抜いた方がいいと言われてる、うん、けど私だったらこれ抜いた方がいいんじゃないかなっていうのが結論ですね、うん、もう内科の先生が抜いた方がいいってよっぽどですよね。相当ですよね。実際いろいろ検査してみないと残した方がいいっていう場合もあると思うんですけど、はいはいはい、そこら辺を今日解説していきたいなと思います。非常に難易度の高い動画ですのでね、そこを分かりやすく分かりやすくね、この2人が解説してくれますので、はい、ぜひ最後までよろしくお願いします。で結論なんですけど、経過の悪い歯は抜いた方がいい場合があるってことですね。そうですね、いい場合があるってことですね、はい、これは皆さんに向けたメッセージにもなるんですけど、はい、歯を残すのが歯医者さんの仕事じゃないですか、うん、だからどんな大きい虫歯でも直しますよね。直しますね。どんなに厳しい歯周病でも直しますね。まあ直そうとしますよね、うん、はい、ただその歯1本だけ悪い場合は頑張るんですけど、はい、これが歯ってこの右左上下でね、それぞれ7本ずつあるんですけど、うん、これがね上下で10本とか12本とか悪くなったら残り2本ですとかっていう人にそんな治療してもね、あんまりバランス取れない場合が多いんですよね、はいはい、ですのでそういった場合はギアを切り替えなきゃいけないんですよ、うんうん、で今日はそこを解説していきたいなと、はいはい、思います。でそもそも歯の健康な状態っていうのは大ちゃん先生どういう状態が健康なんですかね。健康な状態、まず歯に注目をすると虫歯がないですよね。そうですよね、うん、なんか我々患者さん目線で言うと、はい、基本的にはもう虫歯が一番歯医者にかかる第1位ぐらいに思ってますよね、はいはい、すよ。これは1個目の1個目です、ね、健康の1つの定義でしかないってことですね、はい、じゃあ2個目はどうなの。2個目は歯の周りの組織、つまり歯周病になってないってことです。あーなんか年取ると ね聞きますよ。私も40超えるとなんかね、衛生士さんに言われ始めますよ。先生大丈夫ですかみたいなね。大丈夫って言ってもらってもいいですか。明日は我が身だと思って聞いてますよ。あの歯周病ってことですね、はい、であと他にはどんなところがあるんですか。あとはもちろん、うん、歯の位置、ガタガタしてると、あ、はいはいはい、やっぱり磨きにくかったりとか、はい、矯正しろってことですか。そういうことです。あ、そういうことなんですね。そもそもの健康な歯並びっていうのを考えると、うんうん、ガタガタしてるのは、まあ、健康じゃない状態。虫歯にもなりやすいし、歯周病も進みやすい。噛み合わせも悪いかもしれない、うん、まあ、理想的にはこの歯が健康な状態であるっていう時には、うん、位置も良くなきゃいけないっていうことです、はい、そして最後は補鉄、まあ、難しい言葉来ましたけど、うん、歯の形がね、綺麗じゃないとダメですよね、うん、はい、歯になんか出来物みたいなのができてる時もあるんですよ。エナメルプロジェクションとかエナメル的とかって言ったりするんですけど、それがあるとその周りに歯茎がごっそりなくなっちゃったり虫歯になったりとかね、うんうん、果てはなんか神経が傷んでしまったりとかってこともあるんですけど、はいはい、そういったところは形を整えてあげたり保護するような形をしてあげないと、はい、次のステップに進めない場合もありますので、うん、この歯の形っていうのもすごく重要です。大事です。ということは歯の健康って結構いろいろコントロールしなきゃいけないってことなんですね、はい、なるほどなるほど。歯
歯抜きたい人なんて誰もいないですよ。歯医者さんだって歯残したいですよ、はい、だって歯医者なんだから、うん、でもある時からギアチェンジしなきゃいけない時があるんですよ。そうなんですよ。やっぱ最初は残す治療を優先するべきなんですけど、うん、歯医者さんって患者様のお口の中がシビアになればなるほどボロボロガタガタグラグラになってしまって、うん、もうこれはどうしようもないってある時になった時からこれは歯を残す治療から歯がない状態としてのリハビリテーションを優先しなきゃいけない時があるんですよ、はい、でその線引きをもうアスクラピア的にもう今日ズバッと言っちゃいましょう、はい、歯が残り何本になったらそういう風にしなきゃいけない？4本です。おみんな一緒ですね10本歯が抜けてしまったらやっぱりねそれはね、はい、これ戦略的に抜歯してもいいんじゃないかなと思います、はい、もちろんこれ残さなきゃいけない残すっていう治療を一生懸命やられてる先生たちもいらっしゃるんですけど、うん、やっぱ難易度が非常に高いです。高いです、うん、入れば入れることもできるんですけどやっぱずーっと歯医者さんに通い続けなきゃいけないし隣の歯がダメになったら、うん、この治療もこの治療もって、しかも調整もずっと続けなきゃいけないし、で結果10年後に入れ歯を使い続けるとかっていうのは8割以上がうまくいかないですね、うん、まあ、2割も残ってないというそんな状況です。これって治療としてはやっぱり成り立たないのかなって私は思ってしまうんですよね、はい、でリハビリって言ったんですね。治療じゃないです。今日の動画ではそういう風にお話をしてます。入れ歯を入れるってことは治療ではなくてリハビリテーションなんです、はい、だって皆さん手を失ってでこれじゃあここがもう肩からなくなっちゃいました、はい、ここ綺麗に治りました。健康ですよこれ。手がないだけでね、うん、これって病気ですか？病気ではないですよね、うん、状態ですよね。そう状態であって、はい、まあ、障害ではあるかもしれないですけど、うん、はい、でも手がなくたって健康なわけですね、はい、じゃあ歯の場合はどうなんですか？歯がなくなったら病気なんですかってことですね。病気ではないです。歯がないっていう状態ですね。そう歯がなくたって健康な人なんていくらでもいますよ、はい、入れ歯入れて何でも噛めますって、そういる、そういう人もたくさんいらっしゃるし、はい、なんなら入れ歯入れなくてもせんべい噛めるって人もいらっしゃるんですよね、はいはい、まあ私すごい幸せですって、うん、私そういう方は健康なんじゃないかなっていうふうに思いますよね、うん、はい、歯がないってことは決して病気ではないってことですね、はい、じゃあね翻ってですよ、こう歯を残しましょうと、うん、厳しい状況でこんなに難しい歯なんですけども、最新の歯科治療を使って顕微鏡を使って再生治療したらこれ残りますよ、はい、ね、でこれ経過が悪くていつも歯が腫れてますと、でなんか季節の変わり目になると腫れるんです、疲れると腫れるんですって、うん、これって健康かな。確かに歯は残ってますよね、はい、でも健康ではない歯を残し続けたらそれっていうのは病気である可能性がある、うん、そうですねっていうことなんですよね、はい、でもこれ1本2本だったら我慢できるかもしれないですけど、これが5本10本超えて残り4本しかないっていう状態であればですね、もちろん戦わなければいけない時もあります。臨床的に歯を残すのが我々仕事ですから、はい、入れ歯だってインプラントだってもう組み合わせていろいろやるわけなんですけど、はいはい、でも大体残り4本だったらその4本も厳しいんですよ。厳しいです ね、はい、3回も根っこの治療を受けて、で根っこも短くなってます、はい、その歯を残り1本の厳しい状況で3本なくなって1本で支えなきゃいけない、これ健康な状態でも厳しいですよ。4倍の力がここにかかるんですよ、うん、これ3本なくなって残り1本かなり厳しい状態で最新の治療に残せる今はそういう治療しません。いやこれ厳しいです。厳しいですよね、はい、っていうことなんじゃないのかなって私は思いました、うん、もちろん、まあ、見てみないとわからないし、前の先生が見られてそういうふうにおっしゃってるんだったら何かしらの理由があるとは思うんですが、うんうん、はい、そういうことが容易に想像つくなっていうのを今日はお答えさせていただきました。さあここからは放送できるかどうか完全にわからないですけど番外編です。結論、はい、歯を抜いてしまうと歯医者はお金にならない。もうディープ悩みですよ。ディープですよ。俺歯抜くなって教わったもん。お前それ歯抜いたら基本料金取れない。あ、基本料金。基本料金。歯周病治療のことだけど。そうそうそうですね。まずそれが取れないってことですね。でも虫歯で再治療すればするほど何回でもお金取れます、ね。そうですね。そうですね。保険治療で再治療って何回していいんですか？根っこの治療。根っこの治療は何回でもしていいです。何回でもですか？何回でもです。ってことは抜かない方がいいですよね。抜かない方がいいですよ。ギリギリまで。でもまあ健康な人もじゃあそうですね、予防歯科とかあるじゃないですか。はい、あれどうなんですか？歯がなくてもできるんですか？歯がないとできないです。予防歯科も。歯があって歯を残すためにやっていきましょうっていうのが予防歯科なので、歯がなくなっていくとだんだん取れるっていうんですよ、やっぱり。そうですね。しかも私もこれ習いましたけどね。歯抜いたら患者さん来ないけど、これ残しましょうって言ったら残したら感謝もされるし、休館でも来てくれるしとかって言われましたけどね、私ね。まあ、そんなとこではもう長く勤めなかったですけどね。でもまあそういった歯医者さんも結構一定割合いるって、はい、ディープですよ本当に。これを伝えたいんですけど、これを見抜く術はないです。はい、こういう残すのがね、長けてる先生
もうめちゃくちゃコミュニケーション能力高いですよ。でもね、その健康保険の点数が歯を残すと高い方向になってしまってるんですよね、まあ、なってしまってるっていうのもおかしいですけどね。まあそういった自費治療をやられるとなんだか主戦度かって言われちゃうことも歯医者さんとしてはあるので、はい、患者さんに来てもらわないと経営的に困っちゃうし、うん、でも歯を抜くと抜いてっていうのもまあ患者さんからクレームになっちゃうし、高い治療は進められないしっていうふうになると、ちゃんとそういったいい治療のことを知ってても説明できない先生っていうのはやっぱり患者さんの抜かないでっていう気持ちとか、うん、そういった抜いて抜かれたって言われるのが怖くて抜けないっていうところもあるのかもしれないですね、うんうん、はい、そういうわけで、はい、結論です、はい、毎回もうちょっといろんなとこ行っちゃってよくわかんなくなったから、はい、結論ちゃんと言っておきますと、はい、経過の悪い方は抜いた方がいい場合がありますと。そうですね、それは面白いです、はい、でもこれはね、アスクラビア的には歯は抜いた方がいいっていうことでは全然ないですので、よろしくお願いいたしますはい、そういうわけでもちろん歯医者なんでね、歯は残そうと思うんですけど、はい、この線引きっていうのはすごい難しいんです。大事です、難しいですね、ね、はいはい、その話についてより深く聞きたいという方はぜひコメント欄に書いていただければと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら、はい。